えー、お疲れ様です。えー、今日はですね、ちょっとまあ、一個真面目な話したいんですけど、うちが今日、うん、7日、7日12時5分、ちょうど昼飯だね。みんな昼飯食っとる時なんですけど、何っていうと、まあコロナの対策、まあ今コロナが昨日から非常事態宣言がなんか出て、まあ愛出てないんですよ。出てないんだけど、あの、一つ俺は今日決めて社員に話したことがあるのが、 ま、これ、俺も、労務士さんとかとも、電話でして、その、プロフェッショナルだよね。行政書士だとか、労務士だって。そういう人たちを、あの、相談して、まあ、自分たちで調べてもらえんだけど、助成金って出るんだわ。ああ、ごめんごめん。順番が間違っとったな。あの、授業を休ましたり、もう、自宅待機させたりし,して、もう、助成金が出るんで、今日のな、あの、話っていうのは、もう、その、経営者とかね、まあ、10人、20人、中小企業の塗装屋とか、俺らみたいな会社でも、 ま、決断しましょうっていう話で、あのー、まあ、これ叩かれるような内容かもしれんのですけど、そのさ、ま、非常事態じゃん。非常事態だから、俺もま、今日社員に行ったのは、じゃあもう明日から全員休みにしろとか、やっぱりデイって。んで、これが、アメリカとかそのイタリアみたいにガーンってなったら、まあ、俺も休みにするし、もう会社潰すかもしれんよね、あんな風になってもらったら。だって、塗装なんか誰も頼まんでしょ、こんなったら。だけど、今そこまでは来てない。もちろん。 来てないけど、じゃあうちの従業員で一人でもなったら会社がパンクしちゃうわけじゃないですか。で、理解道場、株式会社がないの内容で、コロナウイルスの感染者が出ましたってなったら、だから、まず今やれることは何なんだろうって言ったら、まあまず今うちが決めたのは、会社に出てきるのは二人セット、ジムは。うん。だってもう、もし誰が一人出ても、もうこの二人しかもう、例えばね、 まあ、それまだ発動じゃなくて、準備段階なんですけど、で、まあ、ちょっともうちょっと、愛知県の感染者数が増えた今15人とか、昨日が、十何人だったかなで、その前が15人かなんかで、あの、すぐ近く、武道館っていう、ちょっとね、ちょっと、まあ、近くで出たんですけど、だから、まあ、まずは、社員、二人セットで、もう、出勤をもう交代で、あとはもう在宅にしてくれと。まあ、これ発動してないよ。だけど、発動する準備を取り掛かってくれって言って、もう、今日中にやるんだけどね、これ。で、 結局、一人が出てもさ、こいつとしか接触してなかったらさ、まあ、他の人は会社出てこれるわけじゃないですか。いや、これがもう愛知県100人、200人、300人出てもう非常事態だ、ブワーって1日単位で100人、200人出たら、ま、あそんなところじゃなくなるけど、そうなったら、ま、決断できるじゃん、みんな。この視聴者のね、まあ、経営者で見てくれてる人がどうかわからんけど、あの、もう俺死ぬかもしれんと思ったらみんな決断できると思うんだわ。ただ、会社に痛手がないように、 するためには、例えば現場で職人10人抱えてるとしたら、もう、絶対に2人1セットにする。もう来週からは。とかね。で、俺もそれ、もう職人も全部2人セット、3人セットでもチーム作って、誰かが出ても、そこのグループだけを、その、まあ、何、ロックダウン中のま、休みに全部しや、その、いい状態を会社がもう作らなあかんなあと思って、で、その準備に今取り掛かってるんですよ。で、あとはま、あ営業はもう、例えばもう全部在宅。 お客さんとこ直接行ってもマスクも絶対着用。で、会社ももう6時からね、夜の何時まで、まあ強制はできんけど、できるだけ自宅待機してくれと。ね。で、あとはもうコンビニのプリンター使って会社に出込んでもいいようにするとか、まあいろんな今準備を進めてるんですけど、それやることでね、まあこれまあ叩かれるかもしれんけど、やっぱ中小企業って苦しいじゃないですか。 本当に、だって潰れるか潰れんか、明日。だって、3ヶ月、4ヶ月、会社止まったら、ね、給料保証できるのマジで。払えるかよって。まあ、もちろんね、行政から今、話もしてね、あの、会社の売り上げが下がってるってことで、国からお金も借りれる制度もあって、今、俺も動いとるけど、もちろんね。売り上げも下がっとるもんね、やっぱ絶対。で、じゃあその人たちの生活保証をするのにさ、本当にね、月間、ね、 俺でいいや月間いくらなんだ売り上げまあ塗り替え道場としての売り上げと南施工としての売り上げが両方合わせると月1億ぐらいあると思うんですけどじゃあ月8000万円6000万の赤字を食ったとこれ5ヶ月寝かせなかん3億の赤字でしょだから給料全部払ってあげるわっていうのもほら簡単に言えんと思うわねいや国としてはねそうお前払わなかんよっていうのがまあ本当ルールだと思うんだよだから銀行からも金今借りる手配もしとるし ね、国民金融高校にも話を持ってっとるんですけど。だけど、そうならないために。もうその、アメリカとかイギリ、なたその、イタリアみたいになる前にも、やれることをみんなまずやりゃいいんちゃうって。だ10人に、ね、15人の職人抱えてるところだったら、もう絶対2人セット。ちなみに俺はもうそれ、明日、明後日からもう発動するかもしれんし、来週の月曜日から発動するかもしれんのですけど、それは準備しといてくれ、今日中にって言って、 もう俺が発動したら俺はもうこの部屋しか入れんのだわ。俺はもう上に上がりませんと。俺も結構ね、お客さんと会ったりするから。だけど、営業マンも、例えば10時までと、まあジムが毎日使うから何曜日の何時、まあ3時以降は在宅でもここ会社使うのはいいよって。ただ、予約制で一人でしか入れない。っていうルールに、まあしようと思ってるんです。で、それは全店そうだよ。他の店舗も。で、まあ、 在宅でやれる人はもう在宅にするとかさ。まあ、やれることいっぱいあるじゃん。で、お客さんのとこ行ってももう絶対マスク着用だよね。まあ、職人でもそう。やっぱ休みにするってさ、全員休み、給料も全部保証したる。10人全員保証したら、1日ね、1万5千円だったら15万ね2万円だったら20万で、お客さんもおるわけじゃないですか。って難しいやんね。だけど、もう社員同士の、もう、何だよ。 不眠不休じゃなくて、あんた不休不要不休か。不要なことはやめる。だって、あの、土場に集まるとか、資材置き場に集まるとか、ね、詰め所でみんな帰り一緒になるとか。まあ、それはもう、止めちゃう、得るよね。俺絶対できると思うんだよな。で、結構職人の世界とか、まあ、若い子にいっぱい出てるっていうから、俺らみたいな人間って、あんなも考えたら、俺も能天気な方だもんで。うん、まあ、ほんで、ねい、いい、いい加減だよ。 うん、その、いい加減じゃないのね、俺は。いい加減で生きとるで。まあ、そんなことしたら、ビジネス止まっちゃうよって言って、まあ、よく周りにも言うし、その、必要以上に反応する必要もねえんちゃうっていう、言うは言ってるけど、まあ、確かにそうじゃんね。アメリカのあの、なんか変なか関西弁のあの、動画を見ました俺を見たけど、恐怖したよね。うん、これ日本も一瞬だよ、1万、2万いくのって。今日から3日4日後に一瞬だよって。うん、だけど、まあ、ね、 あんまり恐怖がおるのもいかんのですけど、そのマスク日本人ってやっぱそ,その動画で言ってたのは、ね、やっぱアメリカ人ってマスクする習慣なかったから、一気に行ったと。1000人から1万なんか。一瞬だったからねって。お前ら日本人分かってねえだろっていう動画だけど、俺も見て、まあ恐怖したけど、あれね。だけど、まあ日本人って結構みきちっとマスクもしてるし、結構ね、国民性もね、そういうところあるから、まあ広がんない。だけど俺これ広がる可能性十分あるな。アメリカ、イタリアに。 なる可能性十分あるな。東京の動きも俺も見てるけど。うん。だから、これを、今、そのね、やってる、親方、社長でやってる人たち、あの、もちろん社員のね、幸せを考えるのが仕事だけど、やっぱ給料払えない、会社も持たない、潰れる、そんなことどうでもいいだろうって書いてくれる奴がおるけど、 まあ、あえていや、やっぱそう、なかなかね、うわーってなって、1万、2万やったら、もうごめん、みんなって、休みだーって、給料半分だけ保証しちゃうわ、なんとかって、やれるんだと思うんだよ。みんなやれると思う。それは若い人可愛い,いでね。だけど、今、やれることって絶対ある。もう絶対セット。だかうちはもう職人も絶対セット作っちゃって、もうセットで動く。もう、そ、そいつらいいやも接触すんなって、絶対にって。なので、仕事中絶対マスクしようってってもう死んじゃん。その管理じゃん。 で、お前らも絶対夜遊びに行なよって言っても、死んじゃんみんなやるやほんとね。で、それをじゃあ、毎日電話してこいとか、夜、ね、俺が毎日、あの、LINE で写真送ってこいとか、そこまですると、また怒られちゃうのが、まあ、難しいから、ま、あ自由、ないないじゃないけど、自由にね、まあ、あげれたらあげてちょろでもいいと思うんだけどさ。でも今まずやれることは、本当に、とにかく、会社を守ることになるからね、これ。俺も本当に従業員だの。 とにかく、その、何万とかバーンこのままいかずに収束してったのに、塗り替え道場、株式会社ナイ上が、南施工サービスが、パンクする。もう誰か出て、俺がもし出て、みんなと会ってる。YouTube 撮影もみんなと会ってる。で、全員休みにしてください。まあもちろんお客さんに、だって映ってもらったら偉いことなので、全員、俺と接触したこの、過去1週間のやつは、全員休みするしかないわけですよ。余計負担じゃないですか。 会社にとっても負担だし、社員にとっても負担なんだわ。で今やれることを最大限やるっちゅうかな。で今本当にこの準備してる。俺これ動画撮り終わったらまたミーティング始まるんで、これみんなにぜひ伝えたいなと思って。で俺はまあ労務士とかに聞いたら、まあこうやってやると一番いいよってもういろいろやり方も聞いた。で助成金も出る。本当に出る。いろいろ調べやりで労務士なんかあの、労務士事務所って検索したらもうただで教えてくれるわ、電話しち今のこんな時期に。だからそれ調べて、 うん。ちっちゃな会社、あの、法人じゃなくても個人にも出るよ、助成金なんか。多分ね。おるわからけど、それは。まあ、法人ならうちは出るんかもしれんけど、でもやれること、うん。まあ、やる。うん。まあ、簡単じゃん。だって、在宅でジムやってください。でも、二人ずつ、ね、休みもしてください。でも、二人ずつ、絶対にもうもう、ワン組。まあ、例えば、うち、ジムが6か7ぐらいおるけど、二人ワンセットであ、まあ、これ、あの、編集とかも入れるともっとおるかな。うん。あの 本社に来てるだけで、まあ仮に10、10ぐらいかな ?9 か10ぐらいだと思うんだけど、10だったらもう2人セット。毎日午前午後で交代とかね。毎日交代だよね。で、もう出る。それを、まあとはもう家でやれっていうふうにしたら、できるじゃないですか。ね。そんなことは、まあ大変だよ。まあその生産性が下がる。だけど、じゃ誰か1人バーンって出て、 全員休んでくださいって、1ヶ月2ヶ月全員休んでくださいって、もう会社パンクするもんね、絶対。100%パンクするよね。うん。だからもう営業も接触させない。事務と営業も接触。営業はもう個人で動いてくれって。もう電話連絡でやってくれ。うん、ミーティング、会社の本社の会議はもう全部テレビ電話。で、今まで来社来る。いろんな銀行とかも来る。で、それも,も一切お断り。あのー 会社の近くの喫茶店使っていいよ。会社は経費出すよ。そこで、そこで映る可能性あるよ。もちろんあるで戦んねないゃ。あるけど、ね。それはやれへんで、言ってんだよ。やれるんでしょ。じゃあ明日から会社もう全員休みになるそれは一番安全。だけど会社潰れるし、給料払ったねんもんね。ぶっちゃけ、本当に。全部払えんでしょ。2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月伸びる。このズルズルズルーって、3ヶ月、4ヶ月伸びる可能性あるでしょ。 俺もフィリピン行ってるでね、昨日今日連絡来たけど、ね、元々1ヶ月ロックダウンって言って街家出れんってやっとったけど、まあ、伸びた、延長したって言ってるでね、フィリピンも。うん。だから、日本もズルズルズルって言った時に、じゃあずーっと在宅で3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月いいのもらわなかんな、ね、なってみんや。会社なんかひとたまりもないぞ。だからやれることからやってかんと、もうしょうがないもんな。まあ、そんな感じです。まあ12時17分。まあ、 ま、これできるだけ早くあげようと思ったらね、今日はあげとると思うんですけど、あの、本当に、あの、自分のね、社長さんがもし聞いてるんだったら、自分の会社を守るためにやった方がいいよね。そのなんか、社員の、もうもちろんそれ,それもあるけど、社員の生活だけど、その社員を守るイコール、会社が血流すことじゃないと思うんだよな。どっちものその、どっちもプラスなことをやれば、やれることって、会社からの発信力ってすごい大きいじゃないですか。 ね、もちろん今問題になってるじゃないですか。東京若者がうろちょろしとるとかなんだでも会社からそれ発動することでさ、まあちっちゃな会社って中小企業って多いでしょうなんか大企業で働いてる人間のパーセンテージなんか少ないと思うんだけど、中小企業がまあそれやることで世の中変わると思うんだよな。うん。で、このね、まあそうなった人には失礼な言い方かもしれんけど、ね、毎日この愛知県で言えば10から20の推移がスーって続いてって2ヶ月3ヶ月した時に収束していくっていうのが、 まあ理想ですよね。もちろん。まあ明日泊まるのは一番神様に願いたいことだよ。もちろんね。だけど、うん、まあ、ばあ、100、200、3 0 1日ってなり始めたら一瞬じゃん。そうなったらもう、まあもちろんもうどっちみち会社なんかパンクするんだもんね。もうしょうがない。それはもう万歳入って、ねえ、するしかない。もう絶対潰れるで、会社は。ねもう、それしょうがないかな。うん、まあ助成金がどんだけ出るかはまあ別としてさ。それはそうでしょ。俺は民間やっとって、3ヶ月、4ヶ月会社止まって、で、従業員の保証 全部会社がして何億でしょ給料の建て替え金。あのもう無理だわな。潰れるわね。まあ、ほの協力業者もおるでね。下請け、職人、協力業者、みんなの生活全部守るっていうのはまあ難しいと思うけど、まあでも、ね、あの、大阪のなんか女の人がさ、ニューヨークにおってって喋ってる動画あるじゃないですか。 あれでも言ったけど、もうそんなこと言ってられないよって、お前らって。今だからそんなこと、困るとか、外出れんと困るとか言ってるけど、ニューヨークなんかもうそんな状態じゃないってもう、ね。もう本当に危険な状態で、もう家から誰も出れんし、もう出るつもりも出ろって言っても出んわみたいなこと言っとるやんね。だけど、そこになってからだったら、もうさ、こんな動画撮る必要もないと思うからもうみんなもうお,おじけついてると思うんですけど、まあね、今の状態で、まあ、俺はもう本当にやろうと思ってます。 ね、来週、まあ、これ以上人数が、1日、まあ、30人、例えば愛知県で30人とかなってくるんだったら、もう、一回止めようって。まず3日でもいいじゃないですか。3日止めて、その後様子見てカっかんって下がったら、ま、もう一回出てこっかーで、4日でもいいじゃないですか。それ毎日報告します。で、そんなことされたら従業員が困る。もう子供もおるんだからって。じゃ、そんな、お互いに助け合ってるしかねえんだもんで、こんなもん。うん。でごちゃごちゃ言うなになっちゃうし、うん。まずじゃそこを、じゃ、個別で対応してたらいいじゃんね。リーダークラスとか、 ね、何のために店長おんの何のためにマネージャーおんの何のために社長おんのだからさ、うん、そこは、その規模があるみ。YouTube 見てくれてる人たちの規模があると思うんですけど、うん、まあ、やれることをやりましょう。できるだけ接種、施、う、設、ん、え不要不急だよね。不要になるんだわ、案外。不要って考えたらどうかな俺がこんなところで飛ば取ってることも不要かもしれんけど、で俺はもうこの部屋しか使わない。 もう会社上、事務所全員あるけど、まあ俺は会社出てくるんだったらここにしか来ない。まあそれ以外は現場も行かなあかんし、俺もやらなのかこいっぱいあるけど、お客さんともあらなあかんこともあるけど、まあ不要なことはまずやんないんだったら、明日からでも明後日からでもできるんじゃないんですかっていう、まあ、ことだよね。それからそれ、そこからまずやっていきます、うちは。で皆さんそこはできると思うんで、会社は負担ないじゃないですか。本当に。うん、じゃそこからまずやりましょう。なんか、そんな感じ。 また見てね。<laughs> チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。